こんにちは、スイラボです。今回は前回の続きでこちらの港電機工業の CP-51 Pro というコンプレッサーにディスペンサーをつないでペーストハンダを塗布するところまでやってみようと思います。使用するディスペンサーは武蔵エンジニアリングの MS-1 というディスペンサーです。それでは早速つないでいきたいと思います。まずは前回取り付けたエアダスターを取り外します。そしてこちらにこの日東工機のハイカプラから 6mm のチューブに変換するプラグを取り付けます。そしたらここに 6mm のチューブを取り付けていきます。そして先ほどのチューブの反対側をディスペンサーの背面にあるエアインというところに接続していきます。こちらのディスペンサーの入力する圧縮空気の圧力が最大 0.8MPa となっているので、事前にこちらの圧力設定を変えていきます。こちらの圧力設定は一度電源を入れないと変えられないみたいです。一度電源を入れて 0.7MPa に設定します。そしてこちらのエアアウトにシリンジと接続するためのチューブをつないでいきます。これで準備ができたのでディスペンサーを電源につないでいきます。それでは電源を入れてみます。電源オン。コンプレッサーも電源を入れていきます。電源オン。準備ができたので試し打ちをしてみたいと思います。突出する空気圧の設定はここで行います。こちらを引っ張ってこちらを回していくと、圧力を設定することができます。とりあえず 0.2MPa に設定をしておきます。この状態でこちらのショットボタンを押すと空気が出てくるはずです。ちゃんと動いてますね。ペーストハンダを塗布するときにはこちらのディスペンスタイムを設定して毎回同じ量のハンダを塗布することができるようにする感じです。現状ではこちらのショットボタンを押している時間だけ空気が吐き出される設定になっています。毎回同じ分だけ空気を出したい場合はこちらのモードボタンでモードを切り替えていきます。モードボタンを押すとモードボタンが点灯してディスペンスタイムに 2.00 と表示されました。1回ショットボタンを押すと2秒間空気が出てくるという設定になっています。この状態でショットボタンを押してみます。このように押すごとに2秒間空気が出てくるようになっています。ディスペンスタイムはこちらのアップダウンボタンを押すことで変えることができます。設定値を変えて指を離すことで値が決定されます。それではこちらのハンダペーストを使って実際にディスペンサーから塗布をしてみたいと思います。ノズルはもともとついているものだと太すぎるので手持ちのノズルに交換しておきます。それでは実際にハンダを塗布していきますが、正直なところ圧力の設定とかどのぐらいにすればいいかわからないので、その辺は試しながら見極めていきたいと思います。とりあえず今は 0.1MPa に合わせています。それでは塗布してみます。いい感じに塗布できますね。もうちょっと圧力上げてもいいのかもしれないですね。今度は 0.2MPa に設定しました。
ショットボタンを離すとちゃんとハンダも止まってくれていて、なかなかいい感じです。これで表面実装部品のハンダ付けが楽になりますね。それじゃあ次にハンダを何回塗布したらコンプレッサーが再起動するか見てみたいと思います。設定としてはコンプレッサー側は 0.7 メガパスカルまで圧力を貯めた状態で、ディスペンサー側の圧力設定は 0.2 メガパスカルにしています。そしてモードをタイムモードにして、1回1秒間ハンダを塗布して何回塗布したらコンプレッサーが再起動するか見てみたいと思います。それでは行きます。ということで74回塗布したところでコンプレッサーが再起動しました。まあこれだけ使えれば十分な気もしますけれども、製作が山場だとちょっと物足りないかもしれないですね。その時はサブタンクを買うなどして対応したいと思います。ということで今回は港電機工業のエアコンプレッサー CP-51 プロと武蔵エンジニアリングのディスペンサーMS-1 を使ってペーストハンダの塗布をしてみました。エアディスペンサーでハンダ塗布するのすごいいいですね。ステッピングモーター式のディスペンサーを使っていた時は、塗布した後にこの先からニョロニョロとハンダが出続けてしまうことがあったんですけれども、こちらのエアディスペンサーではすごいキレがいいっていうか、余分なハンダが出てこないっていうのがいいですね。であと一回打った後次に打つまでの感覚っていうのも結構短くできますね。連続して打つときはステッピングモーター式のディスペンサーのときは1回打つごとにそこそこ時間がかかっていたので、連続で打つときも少し間隔を空けながら打つ必要があったんですけれども、これなら割とバシバシ打っても大丈夫ですね。圧力を上げてもうちょっと塗布時間を短くすればもっと連続で打てるようになるのかもしれないですね。その辺はもうちょっと微調整していきたいと思います。それとこちらのコンプレッサーは思っていたよりもコンパクトですし、空気が溜まるのも早いですし、今回のようにディスペンサーで使うにはちょうど良かったのかなと思います。ただタンク容量が5リットルしかないので、エアダスターを使ったりエアブラシを使ったり、あとはインパクトレンチみたいなものを使うとすぐに圧力がなくなってしまうかと思います。なので用途を選ぶ感じはありますけれども、個人的にはこれを買って正解だったなと思います。今後はこちらも積極的に使っていきたいと思います。それでは今回の動画は以上になります。このチャンネルでは 3D プリンターや電子工作関連の動画をアップしています。チャンネル登録、グッドボタンいただけるとモチベーションにつながります。またコメントもお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。